どうも小屋です。僕は今京都に来ております。今日はですね、こちら後ろにあるね、変なホテルのレビューをしたいと思います。まあ、名前だけ見るとね、ちょっと大丈夫かよっていう風に突っ込みたくなるようなホテルなんですけど、この変というのはね、奇妙なを表す変ではなくてですね、この変は変化し続けるという変らしいですね。変化し続けるホテルというのがコンセプトになっているホテルみたいです。そうやって聞くとちょっと期待できるかもしれませんね。で、運営母体自体もね、 HIS グループがね、運営しているホテルとのことでですね、まあちょっと期待ですね。で、こちらの変なホテルは2015年に長崎の佐世保市ハウステンボスに第1号店を出して、それからね、どんどん全国展開していってるという形になっておりますね。で、今回僕が来たところはもう京都駅の前にあるね、京都八丈口店になりますのでね、京都のこちらの変なホテルどんな感じかレビューしていきたいと思います。で、まあ、こちらのホテル最大の特徴はね、生産性の向上、人件費の削減を目標に、あんまり人を割かないロボットをね、積極的に導入して、サービスを行っているホテルとのことなのでね、なんかチェックインもロボットがやってくれるみたいなんで、それではね、早速今からチェックイン、お部屋の方に向かっていきたいと思います。こちら外観になりますが、9階まであって、そこそこの高さがありますね。アクセスは京都駅から徒歩3分とね、抜群の立地になります。ホテルのすぐ近くね、徒歩1分のところにはもうセブンイレブンがね、こうやって、ありますので、何かあったらコンビニに、すぐに行くこともできます。はい、それでは中に入っていきます。あ、でも結構やっぱ新しいホテルなんでね、館内とても綺麗ですね。なんか天井はブルーの間接照明で、なかなかいい雰囲気ですけど、うわ、なんか動いてる。え、恐竜が。そして下見るとほら、こんな感じで池のような感じで照らされていて、鯉が泳いでますね。すごいハイテクな館内になってます。ちょっと怖いですね。でもね、これね、人によってはね、多分なんか喋るんでしょうね、こいつがね。こんにちは。あ、タッチすればいいのかな。はい、いらっしゃいませ。あ、どうも。変なホテルへようこそ。はい、日本語選択してください。日本語選択。 Welcome to 変なホテル。で、手で入力しましょうか。あ、で、名前ね。宿泊者情報を登録いたしますので、入力開始ボタンを押してください。はい、情報を入力すればいいんですね。隣の生産機へ移動し、お手続きください。はい、生産機に来ましたが、あ、これでルームカードが出てくるんですね。ここからね。はい、出てきました。これがお部屋のカードで、領収書と。これでいいのかな。完了です。快適なホテルガイドをお楽しみください。ご希望の操作を行う。本当に完全に無人でね、今チェックインができますね。ルームカードも手に入りましたですね。エレベーターで上に登れますが、ここで何かね、スタッフとかね、話したい場合は電話もできるみたいですね。これちょっと明日の朝ごはんどうしようか考えてるんですけどね。押したりしたら、あ、飲食店を表示したよって、あ、近くの飲食店がこの辺は出てくるんですね。スタッフおすすめとか。あ、はい、どうも。うん、お、英語話すんだね。だね。まああれだな、明日直接レストランに行って朝食は聞いてみようか。あ、そして荷物預かりがね、これフロントの近くに。ありましてね、ここで、あ、電子的にスーツケースとかをこれとね、つなげて保管しておくという形になるんですね。これも完全に無人でサービスでやることができそうですね。そしてこの荷物預けの横に、ここですね、朝食会場はこちらとあるんで、ご飯、味噌汁、おかわり自由で、朝食付きプラン以外の場合は1300円ですね。なんで、まあ、ちょっと明日ちょっと高いですけど、1300円払ってここの朝食食べてみましょうか。客室は9階まであるんですね。僕は今回4階ということで、3階には自動販売機とか氷、2階にはランドリーもあるんですね、コインランドリー。はい、では早速お部屋の方、中紹介していきます。こちら411号室になります。入ります。カードキーを挿して電気つきましたね。まずはベッドルームの方行きましょうか。はい、ツインベッドですね。まあ一泊寝るだけだったら全然十分な感じのお部屋ですね。やっぱ新しいホテルなんで綺麗ですね。
間接照明がね、この辺りはすごく落ち着いたおしゃれな雰囲気になっていますね。でテレビもねかなり大きいですね。これね40インチくらいあるんじゃないのかな。これは快適にテレビが見れそうです。変わり続けることを約束するホテルというふうにね、書いてますね。ちょっと後でまたこの辺は操作してみたいと思います。こちら側にタブレットがあるんですよね。ちょっとよくわかんないけど後でまたこれはいじってみます。ベッドの側面には USB とコンセントがありますね。モダンな作りになってます。あ、この辺は雑誌がありますよ。京都観光コンシェルジュって書いてる。おーすごいな、こんなものも準備されてるんですね。で、まあ、窓がありますね。景色の方はね、もう隣ビルでね、特に何もなかったですね、さっき確認したら。で、こちらの方に電話とコンセントで冷蔵庫がここについてありますね。でセキュリティボックスがこんな感じでね、ついてます。で、椅子とテーブルがあってティッシュリモコン等がありますね。でこの辺りは湯沸かし器とお茶もね、ここに準備されてありますね。で空気清浄機があります。で、こちらもう一回戻りますけどね、洗面台とても綺麗ですね。やっぱ新しいだけあってね、この仕掛けピカピカですよ。でアメニティはポーラなんですね。ポーラ最近見ますね、よくね。名鉄院もポーラ使ってましたね。これ多いんですねホテルね。で、こちらにアメニティセットがありまして、まあ歯ブラシとか体洗うやつとか、ヒゲ剃り、綿棒、櫛とかね、取り揃えられてあります。はい、そして下にバスタオル、ハンドタオル、ドライヤーがね、こんな可愛い入れ物になってますけどね。そして、こちらの方にはスリップがね、リセスと一緒にあります。ちなみにドライヤーのメーカーはイオネになってますね。そして上にハンガーがあって、入り口にねこちら姿見があります。でこちら側ですね、バスルームです、ね、ありがたいことにねセパレートなんですよね。トイレとねバスタブがねすごく広々としたバスタブが、ね、深さもしっかりありますね。こちら表面はね木の柄でねとてもおしゃれな作りになってて、こちらもポーラのアメニティが揃ってあります。いやいいですね、このねビジネスホテルレベルの価格でね、お風呂がこれセパレートになってるっていうのはねすごくねありがたいことです。こっちにということでトイレがあるという形になってますね。まあちょっと今もう夜10時過ぎ、もうすぐ11時かでね疲れてるんでね、こちらバスタブでゆっくりくつろぎたいと思います。はい、こんな感じの部屋になってます。いや安いんでね、今回宿泊費が3300円ぐらいだったんで、それでこのクオリティだったらね全然満足ですね。モダンな作りで設備も新しいのでね快適そうです。この辺りそこまでスペースが広いわけじゃないんですけどね、この入り口付近がかなりスペース広いんでね、スーツケースここ普通にガバッとね広げられるゆとりがありますね。ちなみにね、こちらのベッドなんですけどね、オリジナルマットレスでフランスベッド独自の技術を駆使したマットレスを採用ということでね、まあ、結構ね寝心地のいいものを使ってますよってことをアピールしてますね。ちょっとね今日夜寝てみてどんな感じか楽しみですね。こんな面白いサービスも行ってますね。 VR の貸し出しを1000円でやってたり、足のマッサージ機も500円でやってたりね、まあ無料貸し出しでスチームアイロン、携帯充電ケーブル、子供用ガン、電気スタンドとね、すごく充実したサービスを提供してますね。あ、そして朝食が7時から11時までなんですが、これ前日の17時までに申し込みっていう風に書いてますね。1000円、下とちょっと書いてること違いますけどね、これ大丈夫かな、ちょっと電話してみましょうか。もしかしたら明日いきなりじゃ無理かもしれないですね。やっぱりね朝食は事前申し込みが基本らしくて、ちょっと明日の朝行ってみたらもしかしたら用意できるかもしれないとの返答だったんでね、まあ明日になってみないとちょっとわからないですね。このタブレットね、いろいろ機能があって面白いんですけど、照明ってところこれ押してみるとね、照明の色をこうやって見てください、変えることができるんですよね。で、まあプリセットでこうやって雰囲気、リラックス、フォーカス、サンセットとかそういったものもあるんですけどね、例えばねこれ リラックスってやつを押してみると、ほら照明の色がちょっと変わったの分かりますかね。リラックス、これグリーンになりましたね、上の照明がね。サンセットを押すと、おちょっとこれピンク色っぽくなりましたね。フォーカスっていうやつを押すと、まあ、ブルーになるんですよね。青が集中できる色になりますから。スプリングを押すとこれが、あでもこっちの方がピンクになってね、でランダムでいろいろねこれ調節できるみたいで、あこれピンク色になったりね、こちら側だと青かな、青色になったり、いや面白いですね。でもやっぱ照明の色ってね、結構重要でね、
リラックスするときはこうオレンジ色っぽい、ね、電球色というかそういった色で、お仕事するときは青い色、集中できる色に変えることができるっていうのはね、結構大事ですよね、照明ね。いや、ハイテクですね、このホテルね。ね、でこれお休みモードとかいうものを押すと、これ照明がね消えてエアコンは快眠モードになりますと。素晴らしいですね、これ本当にハイテク。でこのタブレットでね、このテレビもリモコン代わりになりますね。もちろんエアコンの操作だってここからできるようになってます。この真ん中のボタンを押すとね、おすすめの観光情報とか周辺情報マップとかそういったものもこのタブレットで見れそうですね。飲食店とかね、観光地とかいろいろこうやって、ラーメン何があるんだろうな、第一朝日が出てきてますけどね、肉料理とかスイーツ、コーヒーとかもね。でこれ動画を押すとね、充実してますね、このあたりのエンターテインメントもね。ビジネス共用のなんかゼフ・ベゾスの、動画と、あ、これあれだね、中田敦彦の YouTube 大学とか、これメンタリスト大吾とかおすすめがいろいろ出てくるんですね。面白いですね。ちなみにシャワーの水圧なんですけどね、こんな感じで僕はこれぐらいで十分なんですけどね、まあ、めちゃくちゃ強いというわけではないので、まあ、人によっては物足りなく感じる人もいるかもしれませんけどね。いや、まあでも十分だとは思いますね。はい、お風呂に入りました、まあ、セパレート式のバスタブでね、ゆっくりとシャワーも浴びて、湯船に浸かることができて気持ちよかったですね。で、こちらのバスローブもね、寝具に関してもこうやって変なホテルのロゴがねしっかり入ってて、ね、着心地がいい感じですね。はい、それではね、もう今1時過ぎぐらいでね、いい時間なのでね、こちらベッドで寝ようかと思います。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。朝になりました。こちらのベッドね、マットレスね、結構高反発でいい感じの弾力があってね、確かに寝心地がね、とても良かったですね。それでは朝食の方にね、まあ注文というか朝食付きプランではないので、飛び込みで行ってね、行けるのかちょっと微妙なところですが、行ってみます。朝食食べれますね。朝食付きプランでない場合は、前日の17時までに予約すれば1000円で行けるんですが、飛び込みだと1300円になります。弁当ボックスで基本出てきますが、こんな感じで漬物やヨーグルトといったものはセルフでいただける形となっております。もちろんソフトドリンクやコーヒーといったものもあります。そして弁当ボックスはこんな感じですね。まあ1000円、1300円とそれなりの値段がしますので、品は充実していますね。まあ、結構バランスの良い多種多様なメニューがありますんでね、朝ごはんとしてはいい感じです。料理の味もまあまあといったところでね、唐揚げもサクサクでとても美味しかったですね。はい、ご飯を食べて今10時半ぐらいになったのでね、そろそろチェックアウトしたいと思います。変なホテルですが、変わり続けることを約束するホテルということでね、常にこう最先端の技術ね、デジタルデバイスとかロボットを取り入れて営業してるのがね、まあそのまま現れていましたね。いやでも本当にビジネスホテルぐらいの価格でね、泊まることができるホテルなんで、コスパはかなりいいと思いますね。やっぱり人件費を割いてない分、その分設備をいいものにしようとね努めているのではないのかなと思いますね。ご飯もね、まあ美味しかったですし、やっぱり浴室とトイレがセパレートでね、洗面台も独立しててね、かなり空間をうまく使って機能的なホテルだなと思いましたね。まあ京都の駅近ということでね、立地も抜群なので、また京都に来ることの時はね、使ってもいいかなと思いました。まあ一日泊まってみてね、変なホテルって名前なんでね、もうホテルの他のホテルと全く違うかっていうと、まあでも実際のところはチェックインのところでロボットが相手してくれるぐらいで、まあ、部屋に入ったら人がいないっていうのはね、他のホテルでも同じなんで、まあ、別になんかこう特別めちゃくちゃ滞在が、ね、違ったものになるとかそういったことは、ね、感じませんでしたね。まあ、他にも変なホテル全国にたくさんありますのでね、機会があったら他のホテルも泊まってみたいと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。動画が役に立った、面白かったと思っていただけた方は、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。これからも旅行動画たくさん出していきたいと思っておりますので、楽しみにしておいてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではご利用ありがとうございました。またのお越しを心よりお待ち申し上げております。ご希望の操作を